はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう見えてますね、バカウケ。はい、バカウケです。それの呪術廻戦とのコラボ商品。はい、こちらね、なんと怪しく光るシール1枚付きということでね、全10種、はい、これが付いているんで買ってきました。コンビニ行ったらね、ちょうど入ってたんでね。で、全10種なんで、コンビニにあるやつ全部買いましたね。はい、まあ10個は10個だったんでね。はい、多分ボックスで開封したばっかだったのかもしれないですね。はい、いやー、これがね、一応シールが中に入ってるんじゃなくて、表にこういう形でついてるんですね。なのでこれね、ちょっと不安なのが、これをペリって剥がして持ってっちゃう人いるんじゃないかなと思うんだよね。いつもこういう感じの食玩系って。だからね、いい子はね、真似しないようにしてほしいですね。うん、まあ、ノリでくっついてるだけなんで、ほんとペリって剥がせば持ってけちゃうような感じがするんですけどね。うん、まあ、ちゃんとね、買って食って楽しみましょう。はい、でバカウケがね、私大好きなんでね。はい、もうこれでもうちょっとだいだ大丈夫ですね。はい、ということなんで、早速ね、これカットしていきたいと思います。伝え忘れましたが、絵柄はこの2種ですね。はいはい、はい、まずね、1枚目いきます。これね、ほんとね、気をつけないと中のシールごとハサミで切っちゃう可能性があるんでね、ちゃんと皆さん手触りでね、ちょっと上にあったらこう下げて、はい、切りましょう。ではいきます、1枚目、せーの、かかってる。お、ののみ、あ、これいいね、このシール。なんか一気にいい香りが。あれ、これはなんだ。これね、すっごいかっこいいで、マットな感じです、シールは。うん、マットな感じで、金ピカに光ってますね。ここからは時間外労働です。はい。なんかすごい豪華ですね。豪華ですね。ななみ。裏は何も書いてないですね。はい。いや、これいいな。このシールはコレクションがありますね。うん。ああ、もう思ったよりいい、このシール。はい。はい。ではね、2枚目いきます。せーの。ああ、釘先ね。はい。釘先のバル。全体的に赤っぽいメタリックですね。私が私であるためたもの。うん、やっぱいいな、このシール。はい。では3枚目いきます。せーの。お、これはキービジュアルですね。うん、呪術廻戦。いいね、マット、すっげー艶消し、かっこいいな、このシール。はいはい、では4枚目いきます、せーの。あれ、ちょっと待って。あれ、ナナミンダブったね。あれ、全10種やっばいね、これね。あっそう、10個、多分ボックスで開けてると思うんだよな。え、ダブるんだこれ。え、もうこの時点でコンプないですね。マジか。いや、ワンボッ
多分ワンボックス1箱開けても揃わない設定ですかね。このもしかして例の鬼畜仕様ですか。ウイハースシール的な。はい、ではいきます。5枚目、せーの。あー、はいはいはい、犬巻トゲ、鮭、グリーンですね、グリーンメタリック。はいはい、6枚目いきます。せーの。はい、虎杖、ユージ、生き様で後悔はしたくない。いいね、うん、はい、7枚目いきます。せーの。パンダ、パンダ、まあこんぐらい生意気な方がやりがいあるわな。この漢字の部分、こうちょっと見づらいね、こうやってやるとね、光に当てると起き上がるみたいな。まあ面白いですね。シルバーですね、シルバーメタリック。はいはい、では8枚目いきます。せーの。あー、はい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 、全員巻き、別の私のおかげで誰が助かろうと知ったことじゃねえよ。はい、パープルメタリック、紫ですね。ラスト2つなんですけど、私の推しの五条先生が出てないんですけど。おいおい、五条枠七海に取られたかな。いやーマジでちょっと五条先生出てくれ。いきます。せーの。あー、ちょっと、まあ伏黒、はい、伏黒めぐみ、俺は不平等に人を助ける、グリーンですね、グリーンメタリック。はい、はい、ついにラストですよ。ちょっと待って、マジで五条、五条先生出てねえんだけど。いよいよやばいぞこれ。ちょっと待ってくれ、このラスト1個が五条先生かどうかでも決まっちまうぜ。ちょっとこれはね、じらしプレイできます。はい、違うねこれね。わかります、バカなんですよ。そもそも五条先生のパーソナルカラーは青なんですよね。あー、マジか、七海に食われたな。はい、いきます。せーの。ちょっと待って、最後もダブル。いや、これマジで痛えな。うーわー、五条先生出なかった。いや、ショックだな。特にね、この袋にラインナップとかも書いてないんで、あと2種類なんだよな。まあ、五条先生はあるとして、あともう一人は、まあ、今回のこのラインナップからすると、残りは、あれかな、五条先生ともう一つキービジュアルがあるのかな。はい、まあ、という結果でしたね。いやー、ちょっとマジか、このダブル、いやー参ったぜ。はい、皆さんもね、よかったらね、コンビニ動画でも売ってますんでね、見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。